はい、皆さんどうも K です。今回もですねサブチャンネルまったりやっていこうかなと。でちょっとねまたいろいろメッセージいただいてまして、皆さん本当にありがとうございます。新製品の動画というか情報が公開されてからかなりまたいただいてるんで、少しずつにはなるんですけど、このサブチャンネルでねお返しできたらなと思うんで、まあ、ラジオ感覚で、聞いてもらったらいいかなと思います。ではねもうちょっともう早速行きましょうかというところで、これね非常にありがたいというか嬉しい、個人的にはコメントをいただいてまして、こんばんは、いつも動画を楽しく拝見させていただいております。普段は海や河川でシーバスを狙っているんですが、 K さんに影響を受けてバス釣りも始めましたと。これがねちょっと前のライブでも来ていただいたんですけど、あ、多分別の方だとは思うんですけどね、K さんの影響でバス釣りを始めましたと。今までソルトだけだったのにという方がねいらっしゃって非常に嬉しいですね。結構ね、まあ、僕のレビューを見て道具を買ったよとか、もちろんね嬉しいんですけど、このルアーで釣れましたとか、あのストレートで釣れましたとか嬉しいんですけど、まあ今まで僕が海はねやったことがないんで、その海からバスの魅力に気づいてもらって入ってきてもらったというところで、まあ僕のチャンネルもバス釣りの魅力は少しは伝わってるんだなというのが実感できるというかね、非常に嬉しいコメントですね、こちら。ありがとうございます。はい、じゃあ内容いきますね。自分はスコーピオンのロッドを使っているのですが、気になるのが実際に使ってアウシャオランのブランクス、言ってましたねこれね、使ってるけど超赤のグリップ。そうですね、ちょっとまあワールドシャウラご存じない方はどういうことってなるかもしれないですけど、スコーピオンというですねワールドシャウラのまあランク的には1個下のモデルがあるんですけども、それがですね初代のワールドシャウラと同じブランクスを使ってるよと。だから昔フラッグシップだった、ロッド、高い金を出して、しか買えなかったロッドのブランクスがめちゃくちゃ安く買えちゃうよとっていうのがこのスコーピオンっていうのの売りだったんですよね。でガイドはチタンかステンレスかの違いだけだと聞いて、実際に使った時の違いが知りたいです。ですが青シャウラを買おうにも中古にもなかなか流れてこないんだそうですよね。スコーピオンのレビューと同時に青シャウラとの違いを知りたいですということなんですが、これをですねごめんなさい、スコーピオンを買う予定は今んとこなくてですね、スコーピオンだけにしか現行でない番手もあるんですけど、それに関しては今必要かって言われたらそうじゃないので、この比較はごめんなさいできないということになってしまいますね。まあ青シャウラのね、使用感をお伝えしておくと、多分ねスコーピオンの動画僕いろいろ見たんですよ、レビューされてる方ので、おっしゃってることをまとめると、かなりワールドシャウラの青に酷似してるかなというところは思われます。どちらかというと、もっちりしたような使用感、しっかりタメが効いて、ルアーを曲げこ、あ、ごめんなさい、竿をね曲げ込んでルアーを飛ばせると。ただ曲がるけども弱くはないよと、そういう感じ。ただ軽さはちょっとないよというところですよね。はい、多分かなり似てると思われます。であとこれもまたね、個人的な意見なんですけど、今中古で青シャウラを買う必要は僕はないと思う。もうスコーピオンで絶対いいと思いますね。で僕が買うにしても、中古で頑張って青シャウラ探すよりもスコーピオン買います。まあその方がね、仮にスコーピオンがモデルチェンジした時に買い替えしやすかったりとか、メーカーの保証があったりとか、ガイド飛んだりとかね、何かしらあった時に現行の方がねやっぱりいろいろ対応してもらえる幅が多いんで、もしかしたらこの方は書いてないですけどね、青シャウラを検討してるのかなっていう気もするので、まあちょっと僕の意見を申しておくと、今青シャウラというよりもスコーピオンで、自分の欲しい番手を探す方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、トレジャートラップ買ってみたんですが、3回スイベルごと飛んでいってしまいましたと。対処法などあったりしますかと。これはどういうことなのかな。コメントでいただいてたんですけど、バックラッシュで飛んでいったのか、キャスト切れっていうことなのかな。アラバマで推奨されてるのは、アラバマが流行り出した頃に言われたのは、絶対に20ポンド以上使いなさいということ。今でこそね、軽量なアラバマみたいなのも出てきましたけど、トレーラーとかによっては非常に重くなっちゃうので、個人的にはおすすめするのは20ポンド以上ですね。で、強めのブレーキセッティングにしてます。
なんでかっていうと、アラバマってかなり空気抵抗あるんで、あんまりね、飛ばないんですよ、そもそもね。アラバマがもし抜群の飛距離出ちゃったら、もうとんでもない赤い兵器になっちゃうんで、そこはね、ブレーキ強めで、行っていただければ飛ぶことはないんじゃないかなと。なんで、太めのライン、強いブレーキ。はい、じゃあ次ですね。突然のメッセージ申し訳ありません。私は〇〇と申します。いつも楽しく拝見していますと。ありがとうございます。Kさんにぜひ使ってみてほしい、リールのカスタムパーツがありますと。Twitter で少しずつ人気が出てきているのでご存知かもしれませんが、掛塚デザインワークスさんのオフセットクラッチですと。この度リールの入れ替えで使わなくなった19アンタレス18バンタム用の商品があるので、もしよければ無料で差し上げますと。まあこれ多分この方よっぽどこの製品を溺愛されてて、まあそれでぜひ使ってみてほしいということだとは思います。 K さんは常々ノーマルが好みだとおっしゃっているので興味はないかもしれませんが、見た目使用感ともにとてもいい製品ですと。でしょうね。なんかツイッターで僕も見たことあるんですけど、使ってらっしゃる方の評判はすごく上々みたいなのを見ました。写真も送りますのでご検討いただければと思います。よろしくお願いいたしますと、丁寧にいただきましてね、本当にありがとうございます。でこれ、まあ、写真とかも送っていただいてるんですけど、ちょっとこれは丁寧にお断りをさせていただきたいなというところでして、書いていただいてるんですけど、僕ねノーマル男なんですよね。ノーマルが大好きなんですよ。でこのクラッチもね、結構処理も綺麗に、物自体はすごくいい製品っていうのはわかるんですけど、やっぱりねノーマルが変わっちゃうと僕ね見た目のバランスが崩れちゃうと思う人なんで、そういう精神的な問題でお断りをさせていただきたいなと思います。本当に、ね、丁寧に文章をくださってありがとうございます。で次ですね、こんばんは、初 DM させていただきますと。ありがとうございます。新製品情報で盛り上がってますねと。ダイワの PR100 がとんでもないウェイトになりそうなのでレビューしていただきたいですと。これね、これはやばそう、本当に、僕ねこれは絶対買います。はい、こちらが、製品のページなんですけど、これやばくない？見た目もこれ5000円ぐらいなんですけど、多分実売5000円もないよ。やばそう。悪くないよね、その値段にしてはね。もちろんこれね、しかもライン付きと。だから、激安ベイトリールとかにありがちな、こうラインが巻かれてワゴンの中に置いてあるみたいな、そのぐらいの価格帯のリールですよね。それが台湾から出ちゃうと、マグネットブレーキここについてるぜと。素晴らしいと。もう位置もスティーズと同じ位置についちゃってる。でこの処理されたこのサイドプレート見てくださいよ。素晴らしいじゃありません。普通だったらね、ここになんかでっかくボーンってバス X みたいにダイヤルがついてたりとかあっても良さそうなんですけど、上級機種のようなこのサイドプレート周りいいよね。まあちょっとね、どうしてもチープな部分はあるんですけど、いやそれでも素晴らしいと。これは超楽しみにしてます。ラインキャパが14ポンドが110メートル、110メートル、16ポンドが多分100メーターぐらいでしょうね。でここ見て、33ファイのスプールがついてる。でマグホースっていうことで、多分このねベアリングも少ないんで、当然ね回転は良くないですよ。でその回転が良くないのを物理的にこの K を小さくすることによってダイワはカバーしてるというかね、まあカバーしきれてはいないんですけど、シマノの 34mm よりも結構こうなんか芸があるなっていう風には感じていて、ちょっとだけ立ち上がりがいいんですよね。やっぱり糸巻き量とかもすごく日本に合ったなんか設定だなっていう気はします。で今回ねブレーキもマグフォース搭載で、明らかにちょっとヘビーデューティーな仕様を想定したモデルなんですけれども、 K が 33mm と、だこういうところがすごくうまいなと思ってます。はい。で 90mm のクランクハンドルでしょ、これも絶対いいでしょ。で価格見て、5600円、安ーと。で自重も 190g と、完璧でしょこんなもん。ボディとか樹脂だと思いますけど、いやー素晴らしい。これは絶対に買うと思います。はい。 K さんはじめまして、こんばんはと。ありがとうございます。いつも楽しく YouTube 拝見しています。突然の DM 失礼いたします。僭越ながらご質問がございまして、ご連絡いたしましたと。いえいえ恐縮です。数多くのタックルをお持ちだと思うんですが、ロッドはロッドスタンドを使い保管してらっしゃるのでしょうかということなんですけれども、僕はね立てかけてます、机に。
なんか僕の机の形状がちょっとねロッドがこう安易に倒れない感じになってるんで、そこに立てかけてる感じ。あとはギターのスタンド、ギターのスタンドっていうのがあるんですけど、そのギターのスタンドもロッドのこうスタンドとして重宝してますね。ティップ側が壁につかずに、それでいてたくさんのロッドを束ねて倒れないようにできるということで、ギタースタンドはかなりおすすめです。で次ね、いつも YouTube 拝見させていただいておりますと、ありがとうございます。バッスリでリールはシマノの方がいいのでしょうか。また竿台はリールシマノという組み合わせの相性はどのように思われますかと。これはですね、シマノの方がいいのでしょうかっていうのは時と場合によるっていう感じですね。その人のスタイルによって合うリールっていうのは全然違うと。まあね、一応シマノ台はともにどこでどういう釣りをしようと合わせられる製品があるので、そこはお好みで選んでいただければいいんじゃないでしょうかね。デザインは台湾の方が好きとか、もうその感覚で全然いいと思います。で、竿台湾リールシマノっていう組み合わせ、僕全く何とも思わないですね。全然。ただ、ものによっては合わせたいなっていうものもあります。だから、これも僕の時と場合によるみたいな。僕個人のね。例えばハートランドっていう台湾の竿があるんですけど、あれにシマノのリールは合わせたくないんですよ僕。まあね、合わないモデルが多いんですけど、できれば合わせたくない。ブラックレーベルにメタニウム乗せても何とも思わないとかね。そういうこともあります。はい、じゃあこれ一応今回ピックアップした最後ね、二重タトゥーラか21アルファス、どっちがおすすめですかなと。これは、大体価格差どうだろう、どこで買うかにもよるけど、5、6000円ぐらいだとは思うんですよ。正直僕はアルファスの方がおすすめ。はい。まあ、当然ですけどね、劣ってる部分が、もう僕には見つけられなかった。二重タトゥーラからアルファス。で、スプール径が違うんで、ちょっとちっこいんでね、アルファスの方が。性格少し変わるのかなと思いきや、ほぼほぼ性格一緒ですし、そこの1ミリの差を見分けられる人はかなり少ないだろうなと。なので僕はこのアルファスがおすすめで、このアルファスを強くおすすめしたい理由もう一つとして、価格差は当然あるんですけど、その価格差を飛び抜けた性能差があると思うんで、5、6000円タトゥーラにプラスするだけで多分ね、釣りの充実度は格段に上がるんで、この21アルファスがおすすめです。ただまあ予算ももちろんね、払われると思うんで、無理のない範囲でと。で、これもすごくいいリールなのは間違いないので、僕のレビュー見ていただければよくわかると思うんですけど、素晴らしいリールです。なので、無理のない範囲で、選んで、いただければなと思います。で、両方ね、射程範囲に入るような金銭感覚であれば、僕はもうこれは絶対におすすめ。はい、まあ、今回ちょっとこんな感じでピックアップさせていただいたんで、まだまだいただいておりましてね、順番に返していけたらなと思いますんで、まったりこれからもサブチャンネルお付き合いいただければなと思います。ありがとうございました。